皆さんと一緒に神様の御言葉を調べてみたいと思います。わずかの間滞在するこの旅人の世界で、ヨブは自分自身を常に振り返る生活を送ったと言いましたね。もしかして家族の中に神様に罪を犯している子供はいないか、私は神様に罪を犯す生活をしているのか、それとも正しく生きているのか、毎日そんな点に注意しながら、神様に 感謝のの祭壇を築いたので神様がその心の中心をご覧になって困り果てそうな大変な状況の中にあっても悟りをくださったのです。予部も多くの試練と困難の中で神様をほんのしばらく忘れかけるところでしたが最終的には神様が予部に誰が天地を作ったのか誰が人間を作ったのか ワニのその強力な力は誰が与えたものかお前が与えたのかお前の友人が与えたのか統治者が与えたのか一日に数十里数百里を走っても疲れない馬のその頑丈な脚力は誰が与えたのかと誰もそのようにした人はいません誰がそのように作ったのですか神様がそのようにすべて作られたのです このようなことについてすべて神様を思い神様を悟ったので正しい理性が戻ってきたのですそれで神様の御前にもう一度悔い改めて神様の御心通りに生きていくヨブの姿をご覧になり神様が過去よりも恵み深くその余生を終えることができるように導いてくださった場面もヨブ記の中に記録されています 皆さん私たちが試みにあってしきりに何かを忘れてしまうのは神様を忘れて生きていくからそうなるのです神様を忘れてはなりませんヨシュアとカレブはいつも神様のことを思いながら生活したのでどんな状況どんな立場でもこれは神様が全て約束しお許しくださったことだから成し遂げられる必ず成就することだ信じて行ってみると神様が能力以上のものをくださって 成功するようにししてくださいました私たちはいつも神様の権能を忘れないようにしましょう予部も神様の権能を忘れないことで試みに勝ち神様へと戻ってきました誰でも信仰の先祖たちは神様を忘れてしまった時に試みに陥り神様を覚えている時には全ての誘惑に勝ち抜きましたイスラエルの壮年60万人が足の海の水を汲み出し陸地を作ろうとしたら一生かけても 足の海の水はなくならなかったでしょうしかし神様がなされば一瞬のうちにできてしまうではありませんかヨシュアはイスラエルの軍隊を率いてエリコの城を取り囲み毎日ぐるぐる回っただけで実際のところヨシュアやイスラエルの軍隊が何かしましたか神様の御言葉に従順に従って「しなさい」と言われた通りにしただけですこうしたとして何になるのか 何か作戦を立てなければならないのに参謀人も集めなければならないのにこのような考えが一般的にはまず思い浮かぶはずです敵を打ち破るには軍隊の陣形をどのように構えるのがいいのかと組織的な面から考えたりですね神様は何も要求なさいませんでしたただ城の周囲を回りなさい 宇宙を統治される強力な権能を絶対的に信じていたのでどのように言いましたか私たちは神様が共になさる神様の民ではないか彼らは皆私たちの餌食だから心配するなすべての能力は私たちの神様にあるのです「イザヤ書40章15節の御言葉」を見てみましょう。 見よ国々は川袋からこぼれる一滴の雫天秤の上の塵と見なされる島々は誇りほどの重さも持ちえないレバノンの森も滝木に足りずその獣も生贄に値しない主の見前に国々は全てどうですか無に等しく虚しくうつろなものとみなされると言いました神様にとってはこの世界が 皮袋からこぼれる一滴の雫のようで何でもないもののように小さく見なされるということです私たちは地球の中だけで見ているので大きく感じられ地球の中にいる人たちが偉い人たちのように感じられますが実際は宇宙的な観点から見下ろせば何でもありませんトンボの幼虫が自分が住んでいた水たまりを出て成虫になり羽を広げて一回りしてみると 本当ににえあんんなところに住んでいたの前はあそこがすごく大きな世界だと思っていたのに羽を一度羽ばたかせればこっちの端からあっちの端まですっと一瞬で飛べてしまうのですしかし幼い時はヤゴの状態で水中で暮らさなければならないから水中で暮らす時はその世界が大きなところだと思っていましたその幼虫時代を経て脱皮し 成虫になってこうして外の世界に出てきて羽を広げて飛んでみると私の住んでいたところはあんな世界だったのかあんなにみすぼらしかったとはたったあれだけの大きさと思うように神様が治められる宇宙の観点で地球を見てみるとこの地球は本当に一点の点に過ぎないビビたる存在でしかないということを私たち皆が感じることができるでしょう。 力を出しましまょう偉大な私たちの神様のことをもう一度考えてみながら宇宙を想像され宇宙を統治され私たちが生きているこの地球を創造してくださったエロヒム神様に永遠の栄光を期し賛美を捧げながら私たち各自が新たな覚悟と新たな決心を抱いて父と母が委ねてくださった この終わりの時代の福音の使命を果たすことができる、恵み深く美しいシオンのすべての家族の皆さんになられますようお願いいたします。ありがとうございました